はい、続けて、今日は動画をもう一本撮ります。2016年の10月20日木曜日です。スタッドレスキャンペーンの方のご説明を、少ししたいと思います。スタッドレスキャンペーン、この10月11月のご予約セールの時に、まあ、例年ですね、どんな方がお見えになるかっていうところなんですけども、先週は今までのタイヤホイールでスタッドレスタイヤがついている車輪、これが、まあ、空気漏れに悩んでいる方、今度タイヤをスタッドレスタイヤを新しくするときには空気漏れがないようにね、一本だけ変な空気の下がり方する、ような状態が前あったと、いろんな原因でそういうのは出るわけですけども、出ることがあるわけですけどもね、そういうトラブルがないように、きちんとやっておきたいんだっていう方がお見えになりますっていうお話をしました。今回はバランス調整のことをお話しします。スタッドレスタイヤの、まあ、車輪、冬用のタイヤホイールで組み合わせたもの、これをやっぱり、普通の夏用タイヤを履いているものと同じように快適に高速道路なんかでも使っていきたいと、回転数ね、高速道路を走りますと、100キロ、時速100キロのスピードで、走っていきますのでね、100キロの回転数が多くなりますと、タイヤとホイールの釣り合いが悪いと、ブルブルブルっとこうハンドルにね、ガタ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 っとこう伝わって、ちょっとこうね、しばらくハンドル持ってるのがこう不快な状態に、ね、なりますよね。そういった状態でお悩みの方が、今度スタッドレスタイヤを入れるときには、そういったバランスのこう不釣り合いがない状態で快適な状態で使いたいんだっていう方がね、前こういうことで悩んでましたので、今度、こういうふうにきっちりとやってガタガタっていうのがないようにね、やってもらえますかっていうご案内、ご提案、そういうご要望がある方が多く見えるんです。これも一つの特徴で、私が普段からバランスのことをちょっとこうね、ご案内してますのでね、冬の時期はスタッドレスタイヤのに関してそういう、お手持ちのホイールに、今までの気に入って使っているホイールに、快適にこう組み合わせてほしいんだというね、そういうご要望があるんです。そして、まあ、新しいタイヤとホイールをお求めいただく場合にも、もちろんそのように丁寧にこうね作っていきますので、今までが、そのホイールに対してタイヤが、あるわけですよね。でその状態で、具合がちょっとかんばしくなかったということで、そのタイヤを取り除けば、じゃあホイールの方は何も原因はないかということをまず調べなきゃいけないんですよね。ですから、まあ、少しね、まだ今季節は10月ですから、少し早めにご相談いただきますと、その前に具合が悪かった、ちょっと不快だったという状態を、なんでなのかなっていうところを原因を調査してですね、調べて、そして、あ、これだっていうところ、原因をつかんで、それをまずね、中にはホイールがこう曲がってしまってるっていうと、もう次、タイヤをいくらね、丁寧にこう作るといっても、まずそのホイールの方の曲がってる、歪んでいるものをどうにかしなきゃいけないわけですのでね、ですから、ちょっとね、こう見せていただいたり、ご相談をしていただいて、まだゆっくり、ご相談ね、お話を、できる時期ですのでね、ぜひ、バランス調整にお悩みの方、スタッドレスタイヤを新しくするときに、もう今度は快適に使いたいんだというふうにお考えの方、ぜひお声をかけていただきたいと思います。ちょっとこんなね、まれなケースではないんです。結構あるケースなんですよ。私が毎年これはご案こう受ける仕事の中で、結構あるお悩みなんです。ですから、まあ、今回はね、こうやって動画の中でホイールバランスと、スタッドレスタイヤを、が、まあ、組み合わさった状態ですね。スタッドレスタイヤについてのバランスで、今あるホイールに、今使っているスタッドレスタイヤが組み合わせでね、ちょっとこううまくないので、今度新しいものを
使い始めるときには初めから快適に行きたいというふうにお考えの方にご提案を、今したいと思います。まあ、そんなことで、10月11月スタッドレス、ねまた今回私がご案内してないことでもですね、些細なことでも構いませんのでどしどしですね、ご相談いただきたいと思います。お声かけていただきたいと思います。この動画の中にも電話番号が書いてあります。代表の電話番号とあと、携帯電話 の電話番号も書いてありますのでね、ぜひそちらの方にもねかけてみてください。お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。